本日はご来場誠にありがとうございます。はい、そして時計の場所のトップ千葉君の登場です。さあ早速行きましょうか。今日の千葉君の一言、千葉からビジョンズバップ。面白かったら、よかったら、皆さん、こちらのリアクションを待ってます。お、大丈夫ですか？指輪さんが、大丈夫、はい。まずはお礼を、はい、前回のスワローズ対ジャイアンツ戦で、つまりこの2000試合、あ、そうでしたね、達成した際に、はい、そうです、そうです、8月の頭でしたね、第1週。試合前セレモニーに、試合中など、ジャイアンツの皆さんにはお付き合いいただきました。はい、大変感謝しております。原監督をはじめコーチ選手の皆様、ありがとうございました。まず一番手元のお礼です、はい、さらに原選手、坂本選手、お祝いのビデオメッセージありがとうございました。負けました。はい、これね、坪君も分からなくてビッグサプライズでしたもんね。はい、思えばあの坪君で3連戦楽しかった。だけどジャイアンツの皆さん覚えてますか？そうか、そうね、3立てすることないでしょ。思い出にウィニングボールをもらおうと思ったのにな。本日のジャイアンツ戦は神宮最終戦です。はい、今夜は勝たせていただきます。よろしくどうぞ。今日は畠山コーチの誕生日です。40歳になりましたね。江戸川40歳です。真似してみたんですね。これ畠山さんが書いたんじゃなくて千葉君が書いた。畠山さんより上手じゃないですか、ね、侍ジャパンの栗山監督もお見かけいたしました。はい、今日来られてるんですね。アピールしなきゃ。監督ジュルスケ空いてますので、スケジュール空いてるのでね、はい、はい、千葉君のアピールしておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、千葉君の今日の一言でした。お待たせいたしました。両チームスターティングラインナップの発表です。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ第24回戦の予定スターティングラインナップ。東京ヤクルトスワローズのスターティングラインナップの発表です。シルビア・シャカラ、背番号10、セカンド山田哲人、背番号1、新潟の人たち
最初のオーダーに先生たちの精神力終了までとなります。また振り込みにいるスタートライブの中間に